F3 戦闘機の開発が本格始動しています。そんな中、IHI 社製の XF9 エンジンの性能がすごいと、世界で再び注目を集めているという情報を入手しました。今回は、世界最高水準の国産戦闘機用エンジン XF9-1 開発が意味するものについて見ていきます。あのロールスロイス社でもタービンブレードで問題が発生、IHI がそれを解決したらしいですよ。まずは開発目的ですが、自国の領土を自分で守るためには、航空優勢の確保が不可欠と言われています。航空優勢とは、武力戦で、自分たちの航空機が、敵の航空機やミサイルから妨害されることなく、優位に諸作戦を実施できる状態のことを指します。航空優勢が保たれていれば、海上作戦も、陸上作戦が効果的に遂行できることは言うまでもありません。近年は、世界の戦闘様相が変化し、世界各地でハイブリッド戦争、武力戦、非軍事的手段での戦争、サイバー戦、情報戦、電子戦などを組み合わせた戦争、前線と後方の区別なく戦闘が進展する、が起きています。より複雑で、非常なものになったと言えましょう。とはいえ、ハイブリッド戦争が起きたとしても、武力戦がなくなることはないはずです。そして、武力戦で最も重要なのが航空優勢の確保というわけです。航空優勢を確保するためには、優秀な戦闘機が必要ですし、戦闘機開発にあたり、最も重要なものがエンジンということになります。世界で認められる強力なエンジンを備えた航空機開発は、単に防衛力強化のみならず、侵略しても勝ち目がないと相手国に考えされることで抑止力強化につながると見られます。また、外国にエンジンを提供したり、共同開発することで、防衛協力が進むので、集団安全保障に一役買うことができるとも言われます。強力な戦闘機用エンジンの開発は、他の航空機用エンジンの開発にも直接的につながり、技術は、その他の産業にも波及するでしょう。防衛装備庁の航空装備研究所、エンジン技術研究部の資料や IHI 航空宇宙防衛事業領域防衛システム事業部開発部の資料による戦闘機用エンジン XF9 のコンセプトを紹介します。1世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する。2大型化だけではなく、エンジン形状はスリム化している。3戦闘機の電動化に対し、搭載する電子装備品に十分な電力を供給する。この3点とされます。ここで、XF9 の1代目の意味と、ロシアの最新鋭戦闘機スホイ57用のエンジン AL41F1、アメリカの F22 用エンジンプラット&ボイトニー F119、F35 用のエンジンプラット&ボイトニー F135 を比べてみましょう。XF9 はアフターバーナー付け低バイパス非ターボファンエンジンです。推力最大11000kgf、全長約 4.8 メートル、入り口直径約1メートル、燃焼器出口最大温度1800°C です。小スペース化したスタータジェネレータによる 180kW級の大容量電力を供給し、推力変更ノズルによって推力方向制御します。変更角度は全周20度です。ロシアの最新鋭戦闘機スホイ57のエンジンは、アフターバーナーと推力方向制御を備えた二軸ターボジェットです。推力最大 2×9500 AL41F1 の第2代エンジン高調名タイプ30は約 11000kgf、重量 1608kg、長さ 4.99 メートル、直径 118 センチ、推力方向制御は最大変更角度20度です。アメリカの超音速巡航戦新戦術戦闘機 F22 のエンジンは、プラット&ボイトニー社のアフターバーナー付き二軸ターボファンエンジンです。推力最大 11800kgf、重量 1800kg、長さ 5.16 メートル、直径 120cm、燃焼器出口最高温度 1649°C、推力方向制御は二次元推力変更ノズルによります。
F3 後のエンジンもプラット&ボイトニー社のアフターバーナー付き二軸ターボファンエンジンです。推力最大 13,000kgf、 重量 1701kg、 長さ 5.59m、 直径最大 117cm、 燃焼器出口最高温度は 1980°C とされます。 XF9 エンジンのメリットですが、大推力化とスリム化を両立させたことでしょう。推力は噴射ガスの量と速度に依存します。ガスタービンエンジンは取り入れた空気を圧縮、燃料を加えて発火し膨張させ、出口から噴射することによって推力を得るという仕組みです。空気と燃焼ガスの混合気体の容積は燃焼温度が高いほど大きくなり、噴射速度も上がります。ということは、噴射するガス、つまりガスタービンエンジンの出口温度が高いほど混合気体が膨張するので推力が上がるわけです。 XF9 は燃焼安定性を確保しながら、燃焼器出口温度を均一化して局所的な温度上昇を抑制、冷却用空気を削減して必要な推力を得る仕組みです。このエンジンは燃焼器出口温度の高温化への対応として、レニウムやルテニウムの添加量を増やして耐熱性を高めています。またニッケル元の第5世代単結晶合金を使用し、燃焼器出口温度 1800°C という高温化を達成しました。一方、入れ口温度の高温化の対応として、冷却空気が大量に必要になります。このため、二重壁構造や噴流冷却等の複数の冷却機構を組み合わせた先進冷却ライナーを使用、冷却空気混合による損失増大の低減を図ったのです。タービンディスクには単造性と耐熱性を兼ね備えたニッケルコバルト元の国産の溶性単造ディスク材が適用されました。このディスク材の単造には5万トンプレス機が使用され、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料によるエンジンの軽量化も行われたのです。鉄の融点が 1538°C であることを考えると、このエンジンは鉄さえ溶かしてしまう高温下で作動していることになります。しかも燃焼器出口で混合気体の噴射方向を変えるための推力変更ノズルも備えています。現在の航空船においてステルス化は必須です。このため、このエンジンは機体に内装され、空気取り込みダクトはエンジンの電波反射を遮蔽できるよう曲げられ、かつ長い状態で内装されます。燃料タンク、各種兵器の容積を勘案すると、エンジンのスリム化は絶対条件です。スリム化したこのエンジンの搭載によって、戦闘機設計は自由度が増すと見られています。3の電子装備品への十分な電力供給については、スタータジェネレータによって 180kW 級の電力を供給できるそうです。現代の戦闘機では C4 アイスター、つまり通信コミュニケーション式コマンド統制コントロール情報インテリジェンス総合運用性インテロパラビリツ監視サールベイアンス偵察リコンネッサンス目標補足ターゲットアクイジションに必要な機材が高性能かつ大規模化して、必要電力が増大しています。さらにレーザー兵器の搭載まで考えると、大容量電力の供給は戦闘機にとって必須事項となります。戦闘機用エンジンの日本イギリスの共同開発については、日本は空自の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発を進めています。イギリスは現在2030年代収益を目指す将来航空戦闘システムと、その中核戦闘機テンペストを開発しています。2021年7月20日、岸防衛大臣とウォレス・エイ国防大臣との間で日英防衛省会談が行われました。両大臣は、特にエンジンシステムに重点を置きつつ、次期戦闘機 FX、FCAS に係るサブシステムレベルでの協力を追求するため、議論を加速していくことで一致したそうです。日本イギリス間で同意されたエンジンシステムに係る協力を実施するために必要となる二国間の当局取り決めを作成するため、より一層努力することにも合意しました。日本が
世界最高水準のエンジン XF9 を開発しており、テンペストのエンジン開発を行っているロールスロイス社にとっては、XF9 の開発陣は強力に値する相手ということでしょうか。そこで、日本は交渉の駒として XF9 が使えるわけです。航空機エンジン開発にかけては、世界でも有力会社であるロールスロイス社が XF9 の開発ノウハウを認めれば、日本の航空機エンジン開発力が世界で認知されるはずです。XF9 の部品が輸出できれば、量産化やコストの低減も可能でしょう。民生関連のガスタービンエンジンは航空機のみならず、非常用発電設備、大規模火力発電所での発電用ガスタービンとして使われます。XF9 の開発で培われた製造技術やその素材が、民生品の開発にすぐに応用できると思われるのです。